うわー、何これ、てっぺんリバティ、これなんですよね、強力。はい、本日はこちらソニーの、リバティ、V950 ということで、てっぺんリバティの、最高峰、最高峰なんですよこれ、最高峰なんですけど、こちらの方ですね、私がですね、中学生時代から、利用しているコンポになります。汚れていると私の汚れなので恥ずかしいんですけど、まあそんなことはちょっとさておいて、全然メンテナンスも何もしてなかったので、そろそろメンテナンスする時期かなというところで、今日はですねメンテナンスをやっていきたいなと思います。でこちらの方はシステムコンポになりますので、チューナーと AV アンプと、CD、 そしてカセットデッキでパワーアンプという、珍しくですねコンポの中でもパワーアンプが別になっているコンポになっていて、もう本格的な単品デッキに近い、コンポになってます。なのでこちらの方ですね、すっごいあのデザインも良くて、もう私もう震えるぐらい、震えるぐらいですね好きなのですよ、好きなんですよね、このコンポ。未だに飽きが来ないコンポになってます。まあとはいえですね、今本体はちょっと使ってなくてスピーカーだけ使ってるような状況だったんですけど、まあこの際ですねメンテナンスして綺麗に使っていきたいなというところで、今日はこちらの私の私物のリバティをやっていきたいと思います。てっぺんリバティ、コンポの中ではもう相当極めてるようなコンポなんです。だからこれよりいいコンポをね、私見たことがないんですよね。私はもうこれが一押しかなというところですね。それでは現場へ行ってみたいと思います。それではレッツゴー。これなんですよ、はい、こんな感じですね。ちょっとですね大きすぎてですね、画角にですね入りにくい感じになってます。すっごい迫力でしょこれ、うん、最高なんですよねこれ。状況としては、まあ音は鳴ると、スピーカー全然問題なくて、カセットデッキのこちらの B デッキがですねどうも再生もしないし、おかしな状況になってるというのは確認していて、ちょっと忘れましたけど、どっちか使えてどっちか使えない感じになってます。うん、まずそれが1点おかしなところと、 CD も再生もできますよと。一応アンプの方も音も普通に出ますし、この操作も普通にできるんですけど、電源を入れるとこのパワーアンプかこの AV アンプどちらかからすごいノイズが出て、最初起動するときにスイッチが入るとすごい爆音のノイズが入るんですよね。なので電源上げるときは必ずスピーカーオフにして、一旦電源上げてからここですねスピーカーオンにするという感じで使うようにしてます。ボーンって言うんですよ。もうこれはですねどっかがおかしいんだと思うんですけど、ちょっとそれがですねわからないので、まあそれで結構慣れてきたっていうのがあって、それで使ってるんですけど、わかればなんですけど、そこのここを直したらいけるよとか、そんなアドバイスいただけると非常にありがたいなというところですね。まずスピーカー見ていきましょうか。こんな感じで、うわっ、外せます。はい、こんな感じでウーハー、すっごい大きいで、とはいえこれね全然経年劣化起こさないんですよこのスピーカー。だからねまだまだ使えるんです。うん、でちょっとこの丸い感じのコーンと、うん、まだまだいけますね。全然触った感じ元気、うん、トゥイーターレベルとかも調整できるようになってますね。これも全然触ったことないです。この辺触った方がええんかな。ちょっと分かる方もしこちらですねアドバイスいただけると助かります。でソニー AV、すごいな、マグネティカリー、シールデッド SSV950AV ってことで、こちらスピーカーの型番ですよね。でトゥイーターもこんな感じで、なかなかいいトゥイーターが入ってそうですよね。でここ中音域のスピーカーで、ここも結構汚れてんな。
これも取って本当はね汚れ取った方がいいかもしれないですね。で、こちらウーファーという形になってます。これ多分ね1回でお届けできないかなっていう気がしますね。このスピーカー本当ね私未だに使っていて、山水のコンポとメインに使ってます。すごいいい音で、うん、未だに気に入ってますね。よいしょ。こんな感じで、あー、ほこりはいっぱいやな。うわー、ほこり。これすいません、私のほこりですね。人のほこりはね、なんか恥ずかしくないんですけど、自分のほこりだと恥ずかしいですね。飽きたな。まあ、こんな感じで、全然、まだまだ大丈夫。もう触るとですね、絵描けるっていう。やっぱ、はい。まあ、こんな感じになってます。で、なんと言ってもですね、やっぱりこの本体。いやー、なんかもうこのソニーのこの洗練されたこのデザイン。なんなんでしょうね。このデザインをなんとか復活してほしいところなんですけどね。こんな感じになってます。はい。それではですね、ちょっと汚いので一回掃除していきます。お見苦しいところをお伝えするのはあれだなと。いやーすごいなぁ。ほんと大きいんですよね、これ。ベッドみたい。私が貼ったこのシールとかそのままなんですよ。実はこのテープっていうところは使わず iPhone を入力する端子にしたり、ちょっと使い方変えてるんですね。まあこういったところも綺麗にしていくんですけど、一旦ですね、動作どんな感じか見ていこうかなと思います。これ実はスピーカー2台つなげれるようになってて、A と B っていうスピーカーつなげれるようになってます。で、今回は A につないでるので、まあ、A に合わすと標準的に音が鳴ると。で、B にしたら B だけの音が鳴ると。で、A、B ってやったら、その A、B の両方の音が出るというような仕組みになってます。で、こちらはですね、ゲージの単位をここで調節する感じですね。はい。まあ、一旦ノーマルにしときます。じゃあ早速入れていきたいと思います。電源オン。お、なんか音する。やばい。あ、しまった。 AB になってた。はあ、ノイズ鳴ってしまいましたね。今のがノイズなんですよね。はい、あのノイズが毎回出るんです。パワーボタンとか押したら、押すたびにですね、ギリギリギリとか、なんかすごいノイズが入るので、基本的に電源を入れてるときはここは触らないようにしてます。で、裏のこの AV アンプとパワーアンプをつなぐコードも、途中、電源入れてるときに触るとですね、ギリギリギリ、バリ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 って言うんですね。だから、裏のコードは、これとこれの接続コードはちょっと触ったらダメっていうのは、過去からですね、痛い経験があって、触らないようにしてます。ちょっとなんか、おかしな音がしてますが、はい。で、こんな感じでですね、オートなんですよね。単品のコンポでやったらわかるんですけど、このミニコンポでこの自動開閉、これは本当にね、私の中では画期的だったんですよね、これ。全然動きますね。で、ちょっと音出るかやってみましょうか。これ何や。メリークリスマス。このテスト音源を使って、こっちが使えるんですよね、きっとね。だからこっちは、再生していきますね。B もあかん。で、A は？やば。やば。両方ダメになってる。これ使えてたんですけどね、こっち側。ありゃまー。
うわぁ、カセットデッキ崩壊で、トイレの換気扇みたいな音が裏で、ウィーってずーっと唸ってますね。ああ、やっぱ傷んでんのだな。まあそんな感じのカセットデッキでした。で、あ、CD ついてないわ。ちょっと待って。あ、はい。CD、あ、なんか CD 入ってる。ああ、はい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 。ちょっと待って。これいけんのかな？ CD。CD 再生したら CD って出るんですよね。あれ？こっち音出てない。ちょっと早速、ついでなので、裏をちょっとお見せしようかなと思います。こんな感じになってますね。ここのプラグはですね、大したことないですよね。おった！後ろ、見ていきましょうか。ちょっと汚いな。ちょっとすいませんが。はい。こんな感じでアンテナの、端子と、で、これがですね、チューナーの出力ですよね。チューナーの出力が、ここのチューナーの入力に刺さると。で、これがですね、専用線になっていて、セレクターを触らなくても CD 再生したら、この AV アンプは CD のモードになるし、その辺の切り替えを自動でやってくれる、このケーブルになってます。このコンポなのに、こんなして、すごい、ね、ビデオ1、ビデオ2までついてるんですよね。で、モニター出力まであるんですよ。で、一番怖いのはこれ。これなんですよね。これは、本当にね、触ったらダメなんですよ。途中で。電源入れてる時に触ったらノイズがすごい入るので、危険なんです、これ。うん。で、メインの電源はこれですよね。こっから、この電源をこっから取るようになってるんですね。で、パワーアンプに行って、パワーアンプのところに全部 CD とかカセット全部つながるようになってますね。で、このアンプはデジタルドライブプリアンプフィア、プリアンプフィア、デジタルドライブプリアンプ。で、ソニー、こちらの方はメイドインジャパン。デジタル入力もこんなついてるんですよ。BSA.CD で、オプティカル出力。これが入力に対してこれが出力ですよね。当時、まあこの BS.この辺が主流になっていくと言われる時代に作られたボタンになってますね。機能になってますね。DAT 使ってました。で、こんな感じでちゃんと本機と DAT をオプチカルデジタル接続する場合、本機の DAT オプチカルデジタル入力と DAT のオプチカルデジタル出力をオプチカル接続コードで接続し、本機の DAT 出力と DAT のライン入力をピンコード接続してください。詳しくは取り扱い。この DAT のこのオプチカル入力とこのオプチカル出力をDAT につなぐとですね、再生もできるし、録画もできるという形になってます。こちらが CD ですよね。まあ、CD も光デジタル出力と入力ですよね。で、つながってます。で、カセットはこの、はい、ライン入力、ライン出力は、ここのアンプのここですよね。テープレコーダーにつながるようになってます。下のところがパワーアンプになってます。直でつながってると。で、あと、サラウンドスピーカー。インピーダンスの8オームから16オームの、サラウンドスピーカーを繋ぐことができると。バナナプラグで今私繋いでまして、はい。これ楽なんですよね。と右側の接続がおかしいので、ちょっとそれを直していきます。繋がってるしなぁ。あ、俺なんか接続間違ってる？くぅ！間違えてました。これ。左と右ってこれですよね、接続。私、こう接続してました。A、右、左。B、右、左。これをこうか。こうや。
よし。よいしょ。よいしょ。よいしょしか言ってないですね。電源入れていきます。で、針触れたんわかると思うんですけど、この時にオンにしてたら最悪なんです。はい、それでは再生していきます。はい。バッチリ再生しますね。いやー、くーこれ、なんかそのトイレの換気扇みたいな音すごいするんで、この音消えるか、この電源落としていきたいと思います。これあ、これがもううるさかったんですよね。で、あとはもう全然もう静か、すっごい静かになってます。こんな感じなんですよね。うん、ちょっとこれも剥がしとこう。なんかこれがあるとなんかちょっと汚く見えるな。これ綺麗に剥がれへん。え、マジかいな。ちょっといけてないな。シール剥がしでちょっと取っていこうと思うんですけど、大丈夫かな。塗装が落ちるのが怖いんですよね。綺麗になりました。いやー、これなんですよね、やっぱり。めっちゃめちゃ綺麗。ちょっと電源入れますね。これ見てください、この発色。全然問題ないですよね。で、こちらですね、例えばデモモードっていうのがあって、あ、これこれ。でもこれなんですよね、強力。30年前にこれですからね。スタジアムで、これで再生します。まあ、こんな感じでスタジアムの臨場感があって、停止を押すとこんな感じでフワン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 ってなるんですよね。こんな感じで、あとシューッと伸びていくんですよね。ふぅ、これがもうたまらないんですよね。はい、自己ネタになるんですけど、まあ、そんな感じになってます。それではですね、こちらの方のメンテナンスの方をしていこうかなと思っていまして、一旦できることってこのカセットデッキの修理、これもできるかわかんないですけどね。はい、非常に複雑なデッキかもしれないので、ちょっとできるか怪しいんですけど、まあ、これとで、あと CD ですね、これのピックアップ清掃とかゴムベルトの交換、まあ、その辺はできるのかなと。で、あと、それぞれのデッキを分解して、クリーニングですよね。その辺もできるかなと思ってまして。で、あと、このスピーカーですよね。スピーカーの、この中。この中はですね、ちょっと、掃除機で掃除できないので、ちょっとこれ取ってやる必要あるかなと思います。なので、それを取っての清掃
ぐらいでいいかなと。で、こちらの方はですね、特に外す必要ないかなと思っていまして、この中域のところ、これがですね、すごい汚れてるので、これはちょっと、ホコリ取ってやる必要あるかなと思います。ちょっとやることだらけなんですけど、まずは、一旦ですね、この、デッキと、CD ですね、それを分解して、清掃と、クリーニングを今回はですね、やってしまおうかなと思っています。で、次回は、まあ、次回いつになるかわからないですけど、これ。この、トイレの換気扇みたいな音がする、この、カセットデッキですね。まあ、これの、修理と、カセットデッキはね、もうこれだけで一本動画にしようかなと思ってて、まあ、とりあえずですね、一旦、今日はですね、あんまり時間がないので、この、チューナーとです、開けていきたいなと思います。で、この状況をですね、どんな感じで作業するのか、これ見ていただく方がいいかなと思って。こういう置き方。で、これもね、なかなかいい感じなんですね。すっごいいい感じ。これまた地べたに置くのも流行ってたんですよ。フローリングのね、地べたに置いて、トレンディードラマとかで、こういうスピーカーコンポとか出てましたね。これを地べたに置くのも流行ってました。なので私もこういう感じで置いてる時期もありましたね。はぁ言うな、これ。よいしょ。はい。それではですね、こちら、一回外していこうかなと思います。どんな感じになっているのか。じゃあ一旦分解していきましょうか。主電源ですよね。これを入れると全部のですね、電源が入って、電源のコントロールされる部分になっています。チューナーですよね。チューナーの機能もあります。なんかこの辺がちょっとね、あれ硬い。こんな硬いんかな。なんかすっごい動きが遅い。こんなもんやったかな。ちょっと外していきます。ネジがまあまあ硬いですね。よし。後ろはないですね。よし。じゃあ開けていきます。ちょっと今回も開閉の際軽くしておきます。開閉の儀。はい、こんな感じで。あ、やばい。バキって言いそうやな。そう。開きました。はい、こんな感じになってますね。ここちょうど L 字になってるので、これ無理にやるとここが変形してしまうので気をつける必要があります。うわぁ、何これ。うーわ、これひどい。これはやばいな。そら、てっぺんですめん、てっぺんですめんって、てっぺんですもんね、これね。うわぁ、きったんな、これ、私の埃これ。ちょっとこれは掃除しましょう。掃除をやらないといけない出来です、本当にこれ。大体ですね、7割ぐらいは綺麗になったかなと思われるんですけど、まあ完璧に掃除しようと思うと、やっぱり時間がかかってしまうので、まあ、一旦8割か7割ぐらいでいいかなというところにしましょうか。で、一旦綺麗になりましたと。で、これがトランスですよね。で、コンデンサーとかあるんですけど、まあ、見た感じはですね、全然問題なさげなんですけど、正直わからないですね。これ一個一個調べたら、もしかしたら弱ってるコンデンサーって見えるかもしれないですけど、いやー、拭いてるやつは交換したいなと思うんですけど、今回はそれやってたら永遠に終わらないんで。で、こっち。こんな感じになってますね、全面パネル。で、ここ。これが、回転する部分なんで、一旦これを外していきましょうか。で、フラットケーブルまず外して、で、
ここアクセスしていく感じですかね。細いような、もうちょっと早いと思うんですよね、戻りが。でこれこうやって取れるんで、ああれ、え、取ったらあかんかった、これ別にいいんか。まあとはいえちょっとこの辺はメンテナンスが必要ですね。こちらの方はですね、パネルを外すにはおそらくここなんですよね。このネジを外すと取れるんじゃないかなと思います。これで多分ここを外すんかな。ここ爪になってますね。ここ爪があるので、これを外さなあかんのかな。取れるかな。これをやっぱ外さないとダメですね。これを外さないと、あ、やばい、壊したくないんですよね。はい、これの外し方が分かりました。これこっからこのシール切って、あのドライバーで開けないといけないのかなと思ったら、ここにですねネジありましたねこのネジを両サイド外して土台をまず取っていくというところをちょっとやっていきますね。ちょっと変な力与えるともう壊れそうなフラットケーブルですね。これをまず外しましょうか。これを取って、あ、取れた、ようやく取れました。こんな感じになってますね。こんな感じになってますね。ここの六角をですね取った上で外していく必要がある。あ、これ手で回るやん。手で回りますね、これ。これを外さないと外すことができないんですね、基板。これ取れた。基板外していきましょうか。5、6、6本あります。表示パネルをきれいにすることで若干明るくなるかもしれない。これで全部外れる？取れるはずですね。取れた？あとはこういう爪類を全部取るとこんな感じで外れました。ちょっとこの辺ですね、きれいにクリーニングしておきます。精製水を使っていきます。精水ではないですよ、難しいんですよね、アルコールを使ったらね。やっぱりプラスチックに良くないとかね、やっぱり本当にいろいろあるので、極力、あ、でもだいぶ綺麗、綺麗になる。はい。あ、なんかテカテカ。めっちゃめちゃクリアになりました。だいぶ変わる。うわ、すっごいボタンこれ。ちょっと埃がついたらかなんで。よし。で、こっちがもう、こんな感じか。これ。なんかくすんでるんですよ、これ。くすみを、あー、くすんでるのがなんか取れたような気する。これでもね、きっちり周りをきれいにしとかないと、なんか中途半端だとなんか窓にこう雪がついたような感じになるんですよ、うん、これね、ちょうど入るんですよ、これもうなんか狙ったかのようにちょうど入って、こうやって充填できるんですよ。すごくないですか、これ。コス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 、こそぎ落とさないといけないですよ、これ。こうやってこそぎ落として、中心部は拭いてやると。はい、一旦これで、戻していきます。これ、イチジク干潮じゃないんですよ、これ。こういうやつ。これでですね、あー、落ちる落ちる落ちる。うん。ああ、なかなか取れますね。うん。見てください。結構ね、クリアになりました。はい。こんな感じで。よし、戻していこう。はい。ちょっとですね。これは外すんは、ちょっと厳しいなと思っていて、こう、バネになってるんですよね、これ、おそらく。こう、戻るようなつまみになってるんですよね。
だから外すとビューンってバネが飛んでいきそうなんで、直接噴射でやっときます。一旦ですね、戻していこうかなと思います。はめていきます。ここがですね、明るくなったかですよね。ちょっとそれが楽しみですね。電源が入りました。どうですか？ちょっと明るいですよね、やっぱり。うん。ちょっと良くなりましたね。うん、良くなったと思います。操作ができるからな。一旦電源入れます。はい、パチって言ってリレーが動いたような感じですね。ここにありますね、リレー回路ね。リレー回路ですね。おそらくね。右にやるとプラス、左にやるとマイナス。ずーっと右に回すと、はい、こんな感じで。で、左も同じく、滞りなく動く。FM、AM、テレビ。はい。うん。問題ないかなというところで、締めていきます。忘れてた。忘れてた。ここへ。忘れてた。あかんか。ああ、綺麗。こんな感じで、チューナーと、電源のこの中枢部ですね。こう綺麗にできました。はい。あと補足なんですけど、これ学習、汚いな。学習リモコンなんですけど、それをですね、各ボタンを全部自分の、学習したい、ボタンにできるんですね。テレビとリビングの照明とかで、ビデオ1、ビデオ2、ビデオ3、3台こう操作したりですね。こんな感じで便利に使ってた時期もあったなと。まあ、今はアレクサがあるので、まあ、アレクサに全部覚えさすとこれがいらなくなったんですけど、とはいえこれテーブルに置いといたら照明はつく、テレビはつく、ビデオはつく、あれはつく、これはつく、みたいな感じで、手元一台で操作できるので、そのリモコン立てとかですね、いらないんですよね、バーッとこう。これだけでいい。うん。こう置いとくだけでですね、もう、すべて使えちゃうっていう。はい。まあ、そんな感じのですね、リモコンの紹介でした。次回ですね、CD プレイヤーとか、あとカセットデッキですよね。この辺もメンテナンスしていきたいなと。あとスピーカーもですね、こちらも外して、徹底的に、徹底的って言ったら怒られますけど、まあ8割程度のクリーニングとか、カセットデッキは本当にね、直さないといけないんですけど、ちょっと直せるか問題があるんで、ちょっとその辺事前調査とか、まあしながらですね、やっていきたいなと思います。まあ、本日はこんな感じでリバティの私が持ってる、コンポの紹介、および、簡単なですね、動作検証の方を行ってまいりました。はい。まあ、そんな感じでですね、まあ、今後もですね、どんどん動画上げていきたいなと思ってますので、今後ともよろしくお願いいたします。本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。